はい、はい、どうも、みつたまりもんのです。お願いしますね、まりじょう、頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、とみです。かんたです。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、ということでサブちゃんなんですけど、もう、朝ですね。え、気持ち、うん、Pさん、ピカチュウ、はい、になりうるピチュウってやつが出るんですよ。うん、それはまずゲットしたいよね。うん、これはなんか序盤の方のどっかで手に入るらしい。うん、あと、ケイシ、うん、キーチ、あとベトベター、ベトベター、あともう一体が、なんだっけ、ツツキ星じゃなくて、あの、ツツゲラですね。ツツゲラね。なんだ、行きましょう。わかりやすくね、今日はね、そのそいつらをゲットするっていうのをやっていこうと思います。はい、じゃあ、とりあえずツツキ星、ツツゲラ、なんか名前忘れたけど、あいつをゲットしよう。うん、こいつこいつこいつですね。ツツケラじゃねえか。ツツケラね。だったらゲラってやつ。ツツゲラって言って。乱数ジェネレーター。答えは21です。おい。じゃあ攻撃し、あ、このまま投げよう。うん。テンポよく行きましょう。頼むぜ。捕まってくれ。もうこれ今日の取れ高にかかってくるから。うん、はいはい、オッケー、いいね、つけら。で、こいつ必死だよね。前回必死にしたよね、ポッポみたいなやつ。必死にしました。必死って名前にしよう。どうしよう。でも完全に前回見てくれてる方がちょっと嬉しい内容になってるっていう。そう、昔のポケモンよりもしかしたら難易度が楽になってるのかもしれない。やめちゃう子が多いから今。うんうん、まあだから、そう、尻向きっていうのもあるしね。上に行けるなら行く。あ、なかったっけ。うん、とりあえず取るか。めっちゃ落とすじゃん。でも誰か落としてんのか、うん、置いてんのか。めっちゃ気前いいじゃん、この人。置いてるぐらいに行くよ。これマジじゃん。おほほほほほほほ。これ、ピチュー来た、ピチュー来たんですか。結構レアなんじゃないですか、ピチュー。これ、だから前回の、そのピカチュウ。ピカチュウ。はい。これ、お前、待て待て待て、マジで。しっかり、しっかり。マジで、前半出したら今日楽になる。じゃあちょっと頼むかった。え、いい。まあ、それ俺やってきたもんな。結構前回も出してるんですよ、それで。いい。乱数ジェネレーター。その答えは57です。まあ前回も出してきてるよ、これで、こうやって。しっかり倒しましょう。答えは97です。はい、ちゃんぽいです。いやもう、前回は、ピカチュウが捕まんなすぎて、うん、もうなんか、動画にできなかったの。そう。しかないんだ。そうだね。いや、あーってやめて。次決めるから絶対。本当ね。俺が決めてるみたいな感じになってんだよ、なんかいつの間にか。シリだから。来い。おい、こいついらない。いや、いらない。結果は29です。そういう時限って前半段なんで。俺、ヤングースのことポケモンじゃないと思ってたな。認めてないかな。来い。来い、ピチピチ来い。呪いだ。頼むぜ。ピチュー来い、ピチュー来い。結果は36です。ヤングースお前違うぞ、マジで。俺ヤングース傷つけたくないもん、正直。キャタピーぐらいがリアルに気持ち悪いんだろうな。
でかかったらでかかったら、なんか抱き心地とか良さそうだよね。いや、こ気持ち悪そうだね。こんぐらいの感じ、うん、結果は78です。レイバーも言いづらいわ。ハンズピチュー、もう行こう、もう行こう。来た、来たぞ、来たぞ、サブ頼むぞ、マジで運命の一瞬任せてください。うん、分かるんですよ、もう、もういい。じゃあお願いします。肩ひとるわ。いくよ。はい、乱数ジェネレーター。すみません、よくわかりません。乱数結果は25。よしよしよし、もうよしってあんまないからね。ポケモンでもう投げますよ。はい、投げましょう。これ嬉しいよ俺。なんか今回いい感じにいけそうな気がする。いい感じだよね。まあ黒はしつつだけどね、うん、よい来い、はい、よし、いいね。 P さん手に入りました。 P さん、はい、スムーズですよ、うん、この流れ全部がいっぺんに経験してもらえる。これいいよ。来た、ベトベタ。これ捕まえます。取りたかったやつですね。じゃあ彼女お願いします。乱数ジェネレーター、答えは5です。よーし、いいよ、いいよ。これなんかストレスフリーで見れる動画を目指したいから、やっぱ俺らもさ、こないだひどかったもんな。こないだ、あー前回な、前回はストレスを与えるチャンネルだったからな。言葉を失うか。ギュッとできると思って俺やってたもんみたいな。じゃあ攻撃しますか。乱数ジェネレーター、答えは87です。死ぬことはないと思う。まぁ、あ、ちょっと弱らせるっていう。だってね、うん、うん、本当は持ってやんないと捕まるわけないよ。まぁ、あ、投げよっか、うん、いやもうこのままモンスターを投げますよ。こいつが死んじゃうとまだゲットしづらくなるから、レベル低いやつしかいないから。でもアローラの姿なんだよこいつ。ほんと頼むぜマジで、来い、はい、よーし、爽快だね。いいね。あと1匹がコラッタはいいの一旦。うん、なんだっけ、怒り猿みたいな。マンキー、マンキーか、それマンキー、マキノ、マキノだ。ベトベタはマキノ。いや悪口だよねこれ。なんかな、手がベトベタみたいな、なんかあいつなんかケツみたいな感じのイメージだった。